真島組は解散、わしを含め組員は全員東条会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。かっこいいね。それで収めてもらえんやろか。肩も下げとそう出られたらな。そして真島建設が立ち上がったという話ですね。諸君、おはよう。おはようございます。おはようございます。声が小さい。おはようございます。挨拶ができへん人間は建設もできへんで。俺やるなし。ええか。はい。朝に、はい。おはようございます。なんや、やればできるやないか。なら、初めからやるかい。すいません。親父。あ、なんや。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていくんすか。そうだよ。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんてノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか。アホだね。ノウハウがない。何弱気のこと言うとるや。おバカちゃんが。そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろ。そりゃだな。いや、だから務まらないんじゃないかって話なんですけど。この程度の仕事。似合う似合う似合う。ネットで調べてとっとと建設や。ネットには何でも簡単ね。そんな。ええか。にゃうにゃう。今日からわしらの新しい人生が始まるんや。何の人生や。極道ではなく肩身として、不眠不休で働けや。ブラックじゃん。文句を言うやつは給料抜きや。よ、ぶち殺したるでー。ぶち殺せない。ブラック企業だ。かわいそう。マジマグミニューかわいそう。あ、ミコキョンさんにつけよう。よいしょ。カポッ。イエーイ。このミコのヘルメット、いいっしょこれ。安全第一、そういうことよ。みこちー、みこちー。さくら、さくら、さくらー。さくらー、建設。おいしょ。